愛犬を寝かせてはいけない超ヤバい場所。良い睡眠は犬にも必要。人の出入りが激しい場所。犬の寝床は人の出入りが激しい場所には置かないようにした方が良いねんで、ドアの横や通り道とかに寝床があると犬は落ち着いて寝ることができないねん。神経質な犬やったら大きなストレスになってしまうねん。犬の寝床は人があまり近くを歩かない部屋の奥とかに設置するのが良いんやで。騒がしい場所。テレビの横やスピーカーの横など騒がしい場所で犬を寝かせるのはやめてな。人間でも大音量の音がしてる場所で寝ろって言われてもうるさくて寝られへんやろ。人間よりもはるかに優れた聴覚を持つ犬ならなおさらやねん。犬の寝床はできるだけ静かな場所に置いてあげてほしいねん。部屋のスペースの関係でテレビの横にしか寝床を置けない場合は防音シートとかを設置したり、もしくは犬が寝てるときは音量を小さくするとかで対策してあげてな。エアコンの風が直接当たる場所。犬を寝かせてる部屋ではエアコンの風向きに注意してほしいねん。エアコンの風が犬の寝床に直接当たったら寝てる間に体が冷えて下痢をしたり風邪をひいたりする可能性があるんやで。エアコンをつけるときは犬の寝床に直接風が当たってないか確認してな。当たってしまう場合は風向きを調整したり風よけを設置してあげてな。窓のそば。窓のそばに犬の寝床を置くのはやめてあげてな。窓の外からは車の音、人の声、犬の鳴き声など犬にとってたくさんの刺激が入ってくるねん。気にしない子もいるかもしれへんけど、ほとんどの犬にとって窓のそばは落ち着く場所じゃないねん。犬を寝かせるなら窓から離れた場所がおすすめやねん。もし窓のそばしか寝床を置く場所がないならカーテンを閉めっぱなしにするとか、いろいろと対策をしてあげてな。正しい寝床の作り方。静か、適温、床が硬くない、広すぎない、衛生的。寝床は犬が落ち着ける静かで適温かつ適度な狭さの場所が良いんやで。適度な狭さっていうのは犬が姿勢を変えることができるくらいのスペースのことで、あんまり広すぎると犬は落ち着かへんねん。また寝床には犬用ベッドやブランケットも必要やねん。硬い床で犬を寝かせてたら床ずれしたり関節を痛めたりと悪影響を及ぼすし、犬はふかふかしたものが大好きやから寝床は柔らかさを意識してあげると良いんやで。ただしブランケットや犬用ベッドは定期的に洗濯して寝床の掃除をしてあげてな。犬は自分の匂いがついてた方が安心するから、あんまり神経質に洗う必要はないけど不衛生にはならない容器をつけてな。まとめ。人の出入りが激しい場所、騒がしい場所、エアコンの風が直接当たる場所、窓のそば、正しい寝床の作り方。犬やからどこでも寝るんじゃなくて、犬だからこそ快適な睡眠環境が必要なんやで。